ちゃったね、ひろちゃん。はい、それ、来た。あ、なんとか50だ。50いってますね。50。あ、なんとか、あ、落ちたと50いってないですか。あ、朝はいつもでもこんぐらいで、50ぐらい。夜は落ち着くんですよ。しまって。さあ、健康チェック表をちょっと。それです。食べてますかね、うんち。食べてると思います。ですよね。はい。再生が40のうち、最高でも53なので、ね。そうですね。多分ね、なんか食欲も普通にあるからさ、60以上はいくらですかね、うんちとしては。食べてる。60から100、多いと100個ぐらい出てるんですよ。食べる子多いですよ。あ、そうなんですか。うん、多いんですよ。で、薬は A を3回と、B は2日に1回ですね。そうです、はい、で、この間抗寄生虫薬をつけたけど、別に変わったことはない。あ、その後、うん、気にしてました。気にしてて、はい、あの背中撫でるとしばらく、ええ、あの震えるっていうか、だからなんか皮膚あれなのかなと思ったんですけど、別に皮膚つけた後さ、どうしてもね、多少アルコール機材が入ってるから、まあ、痛くはないんだけど、なんかあの気になる子はいますね。で、なんか撫でて様子見てると、怒って歯ぎしりするぐらい、そう、なんか痛いとか不快みたいで、なんだろうと思ってたんですけど。じゃあちょっと治療します。60の1分でお支払いください。左の60の1分。ちっちゃいやつだ。最近安定してるから何種じゃなくていいのかな。いいですよ。1回2週間に行ってみましょうか。ただね、薬がね、お水で溶かしちゃうと1週間でダメになっちゃうから、2週目はお家で溶かしてほしいんですよ。はい、だから注射器とから注射器出しますんで、薬局で精製水、精製水って分かります？精製水買ってきて、でそれをちょっとなんかコップに開けて、で 2.5cc 注射器で吸って、それで溶かす。溶かしちゃうと1週間。あ、そうなんですね。だから 2.5cc。 それで1週間分だけは自分で、うん、自分で、そうそう、2週間分出せれます。本当ですか。一回じゃあ精製水買っておいてください。あ、はい、で精製水に直接注射器入れたらダメですよ。コンタミが入っちゃうから、精製水のボトルに。じゃあ精製水のボトルがあったら、なんかちっちゃな入れ物にちょっとだけ垂らしといて、まあ、ロスができるけど、それで2.5cc、 ジャスト 2.5cc 吸って、でその点眼瓶に入れて、あ、水、はい、水、はい、その点眼瓶の中に粉がもう入って、その点眼瓶には液体の薬だけ入ってます、はい、粉は粉で別に瓶筒で出されますから。あ、そうなんです。点眼瓶は何も入ってないみたいに見えるけど、それ液体が入ってるから冷蔵庫保存しておいてください。あ、わかりました。そしたらうまくわからなかったら電話ください。わかりました。で、一回じゃあ、うん、確かに安定してるから、はい、あの2週間分にしてみましょう。ありがとうございます。はい、じゃあ保湿とブラッシングね。学校のやってます、保湿ブラッシング。ブラッシングしてないですね。しましょう。はい、しましょう。ハンドリングに慣れておいた方が治療しやすいから、もしも。で、まあ何でもいいですよ。手で指でやってみるしね。これ患者さんが教えてくれたの、ちょっとこっち取れちゃったけど、100円ショップでなんか売ってる。まつげか眉毛かな。ああ、メイク用品。そうそう。
とか歯ブラシの先が柔らかいやつとかね、そういうのにこう慣れてますよね。そうですね、最初来た時よりいろいろだってお薬やっぱりしてストンティーに慣れてると思うんで、でそれにプラスブラッシングしてあげればさ、はい、今ここで私やってるのって血流を良くする治療なんですよ、はい、ね、でブラッシングも多少皮膚が刺激されれば血流が良くなってくれると思うから、それも治療です、はい、ぜひともでやって、そういうのやると早く溝にも気がついてもらえるし、先生、開けたやつって、うん、冷蔵庫保存、冷蔵庫保存、冷蔵庫保存しとけばどこだろう、どれぐらい持つんだろうな。そうなんですよ。まあ結構持ちますよ。あ、本当ですか。そこは薬局の人に聞いてください。あ、そうですね。私も分かんない。結構持ちますよ。うん、で健康チェック表も1枚出しておきますからね。ありがとうございます。でもし変わったことあればもちろん2週間後になって途中で相談してください、ね。だからまあ今のところ50、前回が51、その前が47。だすごいですよ、34、40、45、47、51、50、やっと増えてなかったという感じで、であとですね、あのそっか、ステロイドの量は2週間とも一緒にしちゃう、あ、下げてもいいのか、あ、そうです、この間下げて、この間下げて、だから今回は下げません。あ、今回下げ、下げない、下げないで3週にしますわ。下げないで3週、だから 2週とも同じようにしておきます。で今度も私が見た時に下げます。調子で、ね、3週間後に来ればいい。その2週間後、薬は2週間分出しますので、その1週目も2週目もあの 5mm の15分の2タブの量ステロイドを出します。そのステロイドも生成するんですね。そうです、そうです、両方と A も B も2.5 です。分かりました。はい、じゃあちょっとそれで作ってみますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとお待ちください。